パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ゾベズダソビエト中戦車 T28 です。多砲塔戦車ですね。はい、結構バカでかいのに、まあ、なぜか中戦車の扱いになってます。で、これも新しいキットですね。はい、確か去年買ったかなと思います。もう最近ゾベズダ量産してるんで、まあ正直な話、いいクオリティで安定してキット出してくれてるんで、すごい期待してます。じゃあ早速中見ていきましょう。新しいパッケージなんで、はい、例によって内箱入りですね。組み立て説明図ですね。これは塗装図。箱組み済みの株写真ですね。あと、いつものようにランナーパーツはこうやって袋にいっぱい入ってます。はい、デカールクリアパーツ、あとメッシュが入ってますね。これは注意書きですね。パーツは以上です。組み立て説明です。表紙は、はい、これは注意書きですね。はい、で、はい、最初はパーツ図ですね。はい、結構シンプルな構成ですね。で、まあ、締まりですね。で、いきなり板に釘を打ってるような記述で、多分サスペンションなんでしょうけど、初めて見る構造なんで、正直よくわからんです。はい。パーツの数はそんななさそうですね。はい。これは株式会社の底板だったみたいですね。はい。サスペンションをこう取り付けてるみたいなんですけど、正直ちょっと初めての構造なんで全然わかんないですね。はい。脇はリアパネルとかフロントの、はい、走行板とか、あと小砲塔っていうんですかね。はい、その辺の工作ですね。はい、上部車体っていうんですかね。はい、天板を貼り付けて多少形になってきましたね。で、これはクーリングファンですね。はい、後ろにつけてたな。で、天輪を組み立てながら、これはリターンローラーかな。はい、で、スポンサーのとこですね。はい、両脇に張り出した、はい、ガードのとこの工作ですね。はい、ここでリタイを巻いてますね。はい、部分分割式ですね。はい、うん、まあ、特にガイドみたいなのはなさそうで、まあ、自分で天輪の周り巻きつけてやれっていう感じですかね。はい、フェンダーをつけて、後ろのやつは、あれは多分もう排気管ですかね。で、はい、これはエアのインテクですね。はい、後部車体ので、車体の上の構造物ですね。工具箱とか、あと銃座っていうんですか、ちっちゃい砲塔ですね。はい、車体がだいぶ出来上がってきて、正面機銃とか、はい、天井とかつけてますね。うん、で、後ろの方に装備品とか、それからまあ排気ファンっていうんですかね。はい、こうグリルのとこ取り付けてますね。これは、なんだろう。あ、予備天輪ですね。うん。小物ですね。はい。で、主砲塔ですね。はい。方針はでも一応、貼り合わせじゃないみたいですね。うん。で、砲塔の組み立てですね。はい。これは装備品かな。で、天井をつけて、組み立てた、搭載機銃とか砲をくっつけていくと。で、これ最後にハッチ巻き、はい、ループアンテナですね。
で、ワイヤーとか細かい小物を取り付けて完了。結構シンプルですね。塗装図です。はい。あと、マーキングですね。はい。これモノトーンのパレードとかよく出てくるような感じのやつかな。で、迷彩ですね。はい。通常迷彩と陶器迷彩。デガールです。本当に巻く、帯。あと、レッドスター。で、一部、書き込みっていうんですかね。スローガンみたいな、はい。のがありますね。これだけですね。クリアパーツです。ライトのレンズが2個入ってます。はい。これだけです。ナイロンメッシュですね。はい。いつものやつですね。後ろの車体の後ろの排気グリルっていうんですか。空気取り入れ口のグリルのメッシュですね。あ、ここ湖の株写真ですね。はい。こうやって見ると結構複雑な加工してるんですね。うん。モールドは普通です。一応必要なものが必要な分だけついてるっていう感じですね。で、そこはこういう感じで、ここは例のでかい底板がつくんで、はい。溶接跡とかもちゃんとついてます。まあ、とにかく車体がでかいんで、箱組み済みはありがたいですね。車体のパーツですね。はい。表側の、はい、パーツが主ですね。はい。この一番巨大なやつが底板ですね。はい。ここにサスペンションが、アームっていうんですかね、あれはね。縦に刺さってましたよね。はい。まあ、モールドは普通かなと思います。これが上部車体ですよね。すべてにおいてでかいんですよね。ヒンジとかが。ただ、車体が多分巨大なので、これは多分これでいいんじゃないかなと思いますね。これは後車体の上のグリルですよね。はい。まあ、こういうモールドがいちいちでかいんですけど、こう違和感は全然ないんですわ。はい。多分車体がでかいんで、こういう風になってると思いますね。この辺のグリルとかもきっちりスパンって抜けてるんで、はい。時計そのものはいいと思います。はい。これはあれですね、スポンソンのところのサイドのカバーですよね。うん。いい感じだと思いますよね。割と大味なイメージだったんですけど、いやいや、どうしてそんなことないですね。はい、これは多分フロントの天井ですよね。うん。これはおまけのキャンバスとかですよね。うん。はい、車体のパーツですね。あと一部砲塔のパーツが入ってますね。これフェンダーですね。まあ、滑り止めのモールドとかないんですけど、ツルペタでこういうものなんでしょうね。うん。はい、この辺は車体の脇につくパーツとか、工具箱とかですよね。こういうドグリっていうんですか、こういう造形見る限りは結構シャープにできてるんで、まあ、やっぱりお味に見える部分はでかいんだと思いますね、リアルに。はい、ヒンジとかやっぱすごいでかいですよね。うん、これ、手法の防塵あたりですよね。で、こういう細かいパーツ、手すりとか、服とか、やっぱりよく抜けてるんですよね。はい。うん、この辺は排気管周りとかですよね。はい、こういうやつが結構綺麗に成形されてるんで。で、これは本当の天井ですね。よくこういうのね、ソ連の戦車ありますけど、あれ、ペイントじゃないんですね。いや、ね。これは小砲塔ですかね。脇につく、銃座の、はい、砲塔ですね。砲塔のパーツですね。はい。まあ、まずこれですよね。ループアンテナ。いい質感っていうんですかね。はい。で、こういう感じで、はい。うまく保護されてますね。はい。この辺のは結構こう気を使うっていうんですかね、はい。もうパキンといっちゃいそうなパーツですけど、ちょっと安心感ありますね。で、この牽引ワイヤーなんですけど、図別材には申し訳ないんですけど、すごくいいんですよね。ちょっと意外でした。で、ここのゲートですね。これは取り付け具のところにあるんで、モールドを傷めないで削れますね。
まあこういう先っちょとかこっちの方はしょうがないんですけど、こういう配慮すごくありがたいんですよね。はい。で、このハッチですよね。これね、やっぱ細かいところは細かいところでしっかりというかすごくよくできてますよね。うん。はい。これもハッチとかで、これ手法ですね。スライドカナダ使って一体形成してあります。方向もちろん空いてます。はい。いやー、なんか意外って言ったら怒られるけど、これは本当ですね。足回りのパーツです。同じランナーが4枚あります。まず天輪のアップから、はい、行きましょうか。十分いいと思いますよね。もう普通の出来で多分、まあ主要なメーカーはこのぐらいの造形はもうしてくるんでしょうけど、まあ十分ですね。で、まあさっきから気になってるのはやっぱりこういう細かいパーツがよくできてるんで、いやこう結構意外な感じですね。これはアームですよね。で、これ予備の履帯なんですけど、もうこの造形見るだけでも、はい、このキットがいかによくできてるかって分かりますよね。細かいとこすごくシャープなんですよ。いや、これはちょっと面白いキットになりそうですね。はい。これはまあ車載機銃ですよね。で、このランナーには実はこの機銃2個ついてて、4枚あるんで8丁あるんですよね。これはなんか重宝しそうだな。はい、見えますよね、この呼び離隊バラのやつ。もう造形素晴らしいですよね。いや、もう本当ドラゴンとか最近の中国のメーカーと全然変わんないですよね。はい、天輪の裏側ですね。裏側もしっかりモールドついてます。で、履帯の裏側もこうです。押し出し身の跡もないですし、はい、これ機銃ですね。はい、足回りのパーツですね。これも同じランナーが2枚入ってます。機動輪とか誘導輪、それから一部車体のパーツで、履帯は部分分割式です。機動輪と誘導輪のアップです。はい、こういう造形ですね。いいと思いますよ。いいと思いますというか、いいですね、はっきり言って。はい。で、これは小砲塔の天井かな。うん。で、細かいフックだなんだと。で、こっちはサスペンションのアームですよね。塩梅がいいっていうんですか。はい。こういう、細かいところはちゃんとできてて、で、実際まあ大きいところは、まあ、悪い言い方ですけどね、大味に作ってあって、雰囲気のいい戦車になりそうですね。はい。で、履帯はこういう感じですね。これがいくつか連結してあるやつ。長いやつは。はい。これ結構長い。うん。表の造形もいいし、ゲートの位置も無理のないところについてますね。で、こっち側の長い方の履帯は上のやつですね。自然なカーブがついてますね。キドリンとユドリンの反対側ですね。はい。まあ、ロードホイールがああいう感じなんで、これもきっちりやってありますね。はい。で、立体は押し出しピンの跡はやっぱありますね。まあ、一口径ぐらいかな、短いやつは。で、長いやつはそんなないですね。はい。拡大しました。もうこういう感じですごくシャープにできてるんで、まあ、申し分ないって言っていいと思いますね。はい。履帯の出来は素晴らしいと思いますね。パーツの紹介は以上です。総評です。新しいキットだけはあるっていう仕上がりだったと思います。はい。細かいところは細かくシャープに、まあ、造形されてましたし、第一印象でなんか、こう、ヒンジとかなんかモールドできえなっていうのは、実際大きかったっていうことなんで、何の問題もなく、はい。天輪とかもう履帯とか、はい、もう素晴らしかったですよね。で、ループアンテナ。はい。まあ、この車両、まあ、一番目立つ部分だと思いますし、まあ、実際僕もループアンテナ大好きなんで、やっぱり目いっちゃいますけど、シャープにできてましたし、往々にして、これ、破損していったり曲がったりすることが多いパーツですけど、まあ、しっかりした、こう、ランナー増しっていうんですかね、はい。デザインで、うん、無理なくできてましたね。はい。
大きい車両でこう平面っていうんですか、走行範が目立つところが多くて、で、まあ、見る限りは鋳造とかはあまり多用してないみたいなんで、割と平坦な車体っていうんですか、走行表面みたいですから、塗装はすごくやりがいありそうな感じだと思いますね。はい。まあ何しろズベズダはもう最近すごい勢いできっと量産してますけど、まあ、このクオリティでこれだけ出してくれるんであればもう申し分ないんじゃないですかね。はい。もう次回作とかも期待大です。はい。今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァーノーライフ。